名前教えてください。みやびです。職業は、ロックスターです。じゃあロックスターって何？人生です。 OK、 もっと説明して。140文字以内で。そう。いつロックスターになると思った？ギターを持った時、15の時に、15か、案外遅いね。ずっとサッカーやってたから。ああそうなんだ。ちょっと待って、まずサッカーをやっていて、ラモスになろうと思って、ラモスになると思ってて、それでギターを持ったわけだ。そう、怪我してやめて。ああそうなんだ、うん、マジだったんだ。マジ？サッカー、そう、プロのチームにも行ってたし、うん、ジュニアユースに行ってて、うん、でまあまあ怪我して、うん、挫折して、うん、ぐれて、うん、でもまあそのタイミングでギターに出会って、うん、ちょっともうちょっと細かく教えて、どうやってギターと出会ったの？いやいやいや、まあ本当ずっとガキンコロがずっとボール蹴ってて、毎日毎日本当にプロ目指して、うん、でプロの試験にも受かって、うん、セレッソ大阪っていうJ リーグのチームにずっと行ってて、うん、で天野、当時はヤンマーディーゼルの、そうグラウンドまでもう毎日、ね、満員電車、もう電車の中で着替えて学校終わったら、うん、ダッシュで行って、でもう夜中10時11時までやって、そこから、うん、満員電車の中に帰って、うん、でまた学校行ってバーって毎日やってて、でもいきなり怪我しちゃって、うん、何が起こったの？いや普通に試合中にガーンってぶつかって、うん、骨折って足の、うんうん、でそれでまあもう3ヶ月ぐらいブランク空いちゃって、うん、で自分の中でまあすごいいろいろ考えて、で、うん、もうなんだろう、プロのチームってそのめっちゃスピード感が速くて、うん、監督も変わったら全部変わるし、システム全部変わるから、そうか、うん、そのね、もう居場所が全くなくなっちゃって、その3ヶ月が命取りになったわけだ。そう、うん、ほいでそれで自分の中で諦めちゃって、それで OK、 グレたって言ったけど、どうなったの？まあ、本当にずっとボール切ってたからやることなくなっちゃって、うん、でまあ友達と、まあ、いろんなものを盗んだり、うん、戦ったりしてて、うん、でもすぐ俺ギターと出会って、まあ、本当にそれと、うん、モテたいなみたいな、うん、もっとモテたくねみたいな、本当にまあなんだろう、たわいもない話してて、じゃバンドやろうかっつってやり始めたのが最初です。その前に楽器のあれは全くないわけだ、経験は。ゼロですね、音楽も聴いてなかったし。あそう、うん、でなんでギターだったの？だって今やもうギター命じゃん。そうですね、理由は何もなくて、うん、もうとりあえずバンドやろうぜ、うん、じゃあ俺ギター。ああ そ, ううね、それだけだって、目指した、なんだろう、憧れた人もいなければ、うん、誰かを見てああなりたいと思ったわけもなくて、ああそうなんだ、もうやることなくて、本当に毎日ボール蹴ってたから、これ何すんのこっからみたいな、うん、それが何歳の時？お前15か、うん、でギターに出会って、そこから毎日学校も行かず、うん、ひたすらボール蹴ってボール蹴って、じゃあギター弾いてギター弾いて、人生設計もそれで、もう一生ボール蹴って、うん、ねえ、まあ願うことはそれでね、みんなもう観客も全員ハッピーになって、うんうん、俺もハッピーになって、うん、家族もハッピーにして、うん、って考えてたから、それはね本当にいなくなっちゃって、うん、どうしようって思ってた時に、うん、ギターに出会って、ギターまあ本当にそれも軽いノリで、うん、ね、本当にもうゲンチャリ盗むみたいな感じの延長線上でギターを弾いた瞬間に、うん、もうドレミファソーラーシードっつってパーンって自分がそのなんだろう、でかいなんだろう、もう何十万人もいる前でスポットライト浴びてロックしてる絵が見えたの。あそうなの。あこれだと思って、そこからもう毎日ギターを弾いて。それは何、いきなり弾いてそれが弾けたわけだ？ドレミファソーラーシードだから、もう本当にゆっくり、うん、ドレミファソーラーシードってやった瞬間に、なんかね、自分の後ろ姿、うん、ステージで、うん、もうね、すげえでっかいクラウドの前で、うん、ガーンってやってる絵がね、なんか見えたんですよね。あこれ、それはだから自分のサッカーを始めた時の感覚とちょっと似てるというか、うん、なるほどね。なんかこう、初めてボール蹴って、初めてその、サッカーやった時も、うん、戻っていいですか？いよいよ。サッカー始めた時もその全くその理由もなくて、うん、その当時その小学校には野球部とサッカー部しかなかったんですよ。ほい、うん、でまあちょっと小学2年生の時に、うん、
ちょっとこうまあいいなと思ってた女の子が、うん、あの石原君って言うんですけど、うん、石原君はあの野球部に入るの、うん、サッカー部に入るの、うん、って聞かれて、うん、俺全くどっちにも入るつもりなかった、うん、なかったんだけど、うん、サッカーかな言っちゃったわけだ。おいでそう、おいでサッカー入部しちゃったもんだから、うん、で初日行って、うん、ボールをまあ蹴ってやってってやってってやってて、たまたま自分のそのまあ終わりました、一日終わりました、うん、じゃあその前か、終わる前か直前にキャプテンやりたいやついるかみたいな、うん、シーンとしたって、うん、もう俺しかねえなみたいなここは多分俺しかねえんだろうなと思って、じゃあ俺が手挙げちゃったわけだ。そうそう、オーケー。じゃあちょっとさ、もっと遡っていい、うん、生まれどこ。大阪府。大阪で生まれてどんな子供だったの、はい、どんな子供だったんだろうな、うん、はなんかカッコつけてた感じっすね。ああそう、うん、どういうこと。なんかなんでそれが どうやって覚えたんだね、そのカッコつけるってこと。写真とか、うん、ビデオとか、うん、あとまあ親の話とか、うん、あとまあ人懐っこかったっていうのは、ね、あそうなんだ。もう商店街、あの大阪のあれ、名前ない、粉花区の、うん、春日出っていうところの商店街あるんですよ、うん、でまあ本当にいつも行くたんびにもいろんな人が100円くれたりおもちゃくれたりお菓子くれたりして、うん、愛嬌良かったみたいで、うん、でそうそう、いつもそうやっていろんな人とこう話して、でおばあちゃんと一緒にあのカラオケスナックとか行ったりして、うんうん、なんかそういうような感じで。お父さんとお母さんどんな感じなの。普通っすね。そうなんだ、うん、まあ親父はどっちかと、なんだろうな、インテリ系っつうか、あのそうそう、なんか某同志社大学みたいな、うんうん、感じっすね。の何で。そうそうそう、いやいや、そういうもあそうなんつうの、勉強して、そういうもう硬い感じの。そうなんだ。お母さんは逆っすね。はっちゃけてんだ。まあそうですね、徳島なんですけど、うん、まあすごいダンスもずっとやってて、なんかこうまあなんだろう、まあ一言で言うとヤンキーですね。あそうなんだ、うん